自然療法チャンネルブナの森です今回は私の乗ってるえメリダスクルトゥーラ4000っていうのに乗ってるんですけど、えーまあ、それも含めてちょっとメリダの方をご紹介させていただきたいと思いますちょっとこちらのサイトを利用させていただいて、えー、ご説明したいと思います、えー、メリダの、まあ、ロードバイクは このリアクトっていうエアロ形状の、えー、バイクとスクルトゥーラ、まあ、他にもグラベルロードのようなのあるんですけどまあ、ちょっと今回はこのリアクトとスクルトゥーラをご紹介させていただきますけど私はこちらのスクルトゥーラ4000っていうこれの一つ1年前の方を乗ってるんですけどあの こちらのオールラウンドオールラウンダーの方の、えー、スクルトゥーラに乗ってます。で最初はあのキャノンデールのアルミフレームを買いに行ったんですけどあの最終的にはカーボン素材のものに乗りたくなりますよということで、えー、まずはそのカーボンっていうのがどういうものかということで、えー、こちらを買いました。 でまあ、一度カーボンを味わっておけば、まあ、分かりますからねその前はあの、まあ、今も乗ってるんですけどあのクロスバイク鉄のやつを乗ってるんで、まあ、鉄とカーボンをまず乗り比べておけばあの、まあ、かなり分かるんじゃないかということで、えー、こちらの、えー、20万円以内で買える、まあ、私の方はこれの 1>, 1万円さらに安いあのものなんですけど、えー、それで、えー、カーボンに乗れましたでメリダあえっ、ー、とリアクトと、まあ、スクルトゥーラ4000に相当するのは多分これだと思うんですけどリアクト40005、えー、万円ぐらい変わってきますまあおそらくスピード出すなス,スピード出す方なんかはこちらのリアクト の方がいいと思うんですけどまあ私は最初はその5万円違うんだったらこちらのスクルトゥーラ40004000の方がいいのかなと思いますまあその分、えー、5万円分、まあ、タイヤホイールとか買えますからあの、まあ、こちらでいいのかなーっていう気がしますねまあディスクなんかはあの乗ってみたい気がするんですけど結構 7万円約7万円ぐらい違いますからあの、まあ、最初はディスクじゃなくてもいいかなっていう気がします、まあ、ここもそうですよねディスクとの価格差がありますからあの、まあ、本当はまあディスク欲しいところですけど最初は抑えてその分違う パーツななどに回しした方ががいいいかなっていう気がしますでメリダーについてちょっとあのまあご説明しますとあの台湾製のメーカーで台湾のメーカーで台湾っていうとジャイアントが有名ですけど最近はこのメリダも有名になってきてますでメリダっていうのはあの最初、えー、OEM 生産って言ってあのー まあ他社のブランドの製品を受託して製造してたそうですそのことを OEM っていうらしいんですけどそこで蓄積したノウハウを使って自分のところで作ったというものでそれで安く抑えられてるらしいですですから技術とか そういったあの蓄積は他の,あのヨーロッパのメーカーと、まあ、同じと言いますかそれでいて安いので、まあ、すごくコスパに優れたあのメーカーじゃないかなと思いますデザインとかが気に入ればあの十分あの 満足できる自転車じゃないかなっていう気がします、まあ、そういった意味であのカーボンバイクってどういうあの乗り心地なんだろうとかどういうものなんだろうっていうことであのまあ低価格で知ることができますのでおすすめです今回は以上になりますよかったらチャンネル登録お願いします